サリーワイル、サリーワイル、シリーワイル1897年から1976年は、スイス出身の料理人。横浜、ホテルニューグランドの初代総料理長として来日し、約20年間にわたり、日本に本場ヨーロッパのレシピや技術を伝え、日本の西洋料理の発展に寄与した。スイスへ帰国してからは日本からの留学生の受け入れに尽力し、 日本から留学した留学生たちからはスイスパパと慕われた。ワイルがいなければ日本の西洋料理界の発展は数十年遅れただろうとも評される。スイスベルンに住む父マックス、母ユージェニーの間に姉がカズと妹が二人いる長男として生まれる。家はユダヤ系の家系であった。ローザンヌのホテル学校を卒業後、1912年に ベルンのナショナルホテルで料理人としてのキャリアをスタートさせ、その後は1923年もオランダラハイエで初めて料理長となり、フランスルーアン、サンマロ、スイスラインフェルデン、フランスビムルーなど、オランダ、スイス、フランスなどのヨーロッパ各地のレストランを修行してまわる。また、この間にオランダ戦でコックを務めていたこともあり、アフリカ、トルコ、モロッコ、パレスチナ、 ギリシャなどの地中海料理にも見識を得た。1927年に横浜ホテルニューグランドの開業にあたり、欧州視察にあたった土井イイ基吉のメガネにかなったスイス人初代支配人アルフォンゾ・デュナンの推薦によりパリのホテルから招聘されて来日した。ワイルは20世紀初頭のフランス料理界を絶見していた。 オーギュスト・エスコフィエの料理に傾倒していたと言われる。エスコフィエは近代フランス料理の完成者と評される存在であり、コース料理の基本を定め、それ以降のフランス料理の格式を格好たるものとさせた。ワイルは、エスコフィエの提唱したフランス料理をベースに、小羊のクリームに、スイス、パスタやピカタ、イタリア料理、ウィーン・シュニッツェル、オーストリア料理、ハンガリアングーラッシュ。 ハンガリー料理、スカッチ、ハギス、スコットランド料理、ハンブルク風ステーキ、ドイツ料理、ビーフストロガノフ、ロシア料理、ローストビーフ、イギリス料理といった料理を出していたという記録や証言もあり、10代から20代の修行時代をヨーロッパを転々として技術を培った経験からヨーロッパ各国の郷土理に長じていたと言われる。日本では秋山徳造など、 単身突出して、エスコフィエから料理を直接学ぶ者はいたものの、秋山は帰国後に、皇室の料理番となったため一般にその技術は伝播しておらず、町場のレストランでは、エビフライ、ベンチカツ、ビーフステーキ、ポークカツレツといった、いわゆる洋食とされる料理がコースで提供するばかりで、本場ヨーロッパの料理が姿勢で提供される時代ではなかった。一方、 日本のホテルの最高峰である帝国ホテルでも本場フランスの技術が導入されるのは1928年に石渡文次郎が突出してエスコフィエに指示し帰国して第8代総料理長となる1929年以降なのでいかにワイルが当時の日本の料理界において先進的な存在であったかがわかるワイルは1927年10月29日 ホテルニューグランドの開業1ヶ月ほど前に横浜港より入国し、調理場の中だけでなくホテルの施設の面からも影響を及ぼしている。それ以前の日本のホテルのレストランはヨーロッパの貴族文化に習ったテーブルマナーやドレスコードに厳しく大行なもので気軽に楽しむといったものではなかった。提供される料理もコースとしてあらかじめ定められたものが提供されるばかりであった。 ことから、ダイニングと別にコートを身につけたまま、あるいはネクタイを着用することなく、お酒を楽しみながら、食事をとれるようなグリルを設置し、一品料理から注文を受けた。どんなにいい料理を作っても、サービスの態度一つで美味しくもまずくもなると考え、時にはコックコートのまま自ら客席に赴き、接客し、注文や客の要望を受けるなど、 ゲストが楽しめる空間を演出した。今日ではよく見られる、ローストビーフをシェフが客席を回って手切りしてサーブする、スタイルは、ワイルが初めて言った。当時のグリルのメニューには、料理長は、メニュー以外のどんな料理の注文にも応じますと書かれていたとされ、ある来客が体調が優れないから、喉越しの良いものをリクエストしところ、ワイルが即興で創作したものがベースとなって、 ドリアが誕生した。ワイルが作った当時のドリアは今日でもニューグランドの名物料理となっている。さらにワイルは自分の技術を秘匿し、一つのセクションだけでチーフとなっていく日本の厨房のしきたりを廃止、すべての調理技術を公開し、一人のコックがすべてのセクションを覚えるテーション性を導入したために多くの優れたコックが育った。また当時の日本で 西洋料理を理解するには料理の検証を読む必要があり、それには語学が大切だと言い,い、コックたちに語学学校に通うことを奨励したので、ニューグランドでは見習いコックであっても、語学学校に通う日は厨房の仕込みや掃除も免除された。これは、鉄地方向的なしきたりの強い当時のレストランの厨房では考えられないほど革新的なことだった。ワイル自身はドイツ語、 フランス語を得意とし、英語と日本語も多少話すことができた。ニューグランドでは、メインダイニングの他にグリルルームと二つのレストランがあり、東京にもニューグランドの支店を出していたため、ワイルは各店舗を回ってはメニューを指示、味の確認をしては客席に顔を出すなど、非常に多忙だったという。そのため、メインダイニングは、内見藤太郎や新田優作、グリルは、 山本正隆、東京ニューグランドには、ワイルと同じく、スイスから来日していたアーンスとローエンベルゲルやトムラ、製造などそれぞれの部署に料理長を置き、メニューはワイルが書くものの、厨房の調理作業は彼らに委ねられていた。当時のワイルの料理を味わった著名人には、1929年5月2日に、来日したイギリス国王ジョージ五世の、第三王子、グロスターコヘンリー王子、 1931年1月に来日したアメリカ人俳優ダグラス・フェアバンクス。1932年5月に来日したチャールズ・チャップリン。1934年日米親善試合で来日したベーブ・ルースなどが挙げられる。また、おさらぎ次郎は1931年から約10年にわたってホテルニューグランドの318号室を常宿として執筆活動を行っていた。 ニューグランドはこの他にも1929年7月に軽井沢、雲バイクのあぜに軽井沢ニューグランドロッジ、同年11月に山中湖畔に富士ニューグランドと富士ニューグランドロッジを開業。ワイルはこれらのレストランの総責任者となった。当時のワイルの月給は弟子たちが25円、一般の大卒会社員が50円程度であった、時代に700円。その資金を利用して、 ニューグランド裏手にあったセンターホテルを買収し、一時期はオーナーシェフとしても活躍したが、大陸での日本を取り巻く情勢悪化や日独食い防協定が締結されるなど、世界情勢は暗雲立ち込めるものとなり、2年後には経営から撤退を余儀なくされている。戦時中の日本にあっては外国人は防御用と新兵保護の名目のもと敵国人、 非敵国人を問わず、特定地域への移住が進められ、神奈川では、箱根がこれに当てられ、大使館や、公使館、商社などが移住させられた。また、長野県軽井沢も、特定地域に指定され、ワイルは1944年3月27日、外国人の避暑地として栄えた、軽井沢の別荘を当てがわれ、横浜市中区山下町八十七から、 長野県軽井沢720へ移住させられている。そこでワイルは国際赤十字代表団に所属し、食料品の購買を担当していた。しかし、戦時中の日本における食料調達は困難を極め、配給制であっても遅延や欠乏が状態化していた。農地を持たない、疎開民は物資を買い付けるために、昨夜お布施まで赴かねばなら、また、 運よく手に入れた物資が露見しては没収されることも、ままあった。加えて、軽井沢の別荘は夏を快適に過ごせるよう、設計されていたために、厳しい冬の寒さにも耐えなければならなかった。終戦後解放されたが、ホテルは GHQ に接収されたため職場への復帰は、叶わず、スイスに帰国した。1953年、馬場は、 当時勤めていた日活ホテル社長、堀久作より欧米への7ヶ月の研修旅行を与えられ、その途中にスイス、ベルンでワイルと再会した。終戦の失意とともに、日本を離れていたワイルは弟子たちやホテルニューグランドの近況を気にかけており、訪日への願いを聞いたババは帰国後、ワイルの昇平のために奔走した。その結果、 ワイルは1956年9月30日の深夜羽田空港に到着150名余りの歓迎と共に再来日を果たした10月2日には日部屋日活会館6階のメインダイニングで盛大なレセプションパー E ーが開かれ3日は横浜市平沼市長と共に原産経営にエ現社長を表敬訪問4日から5日は TBS のテレビ番組で ウィアベースアラマルセイエーズを実演し、5日の午後は国際クッキングスクール主催の歓迎会に参加した。10月6日には国際調理技術技師技術協会会長を務める新田優作の主催で京橋公会堂にてワイルの料理講習会が催された。7日午後は自由が丘の洋菓子店を視察した後椿山荘で会食。8日は平沼横浜市長と再び会い。 手宮部に掛け軸を受け取り、夜は在日スイス人の主催する会食ですき焼きを楽しむ。9日は、裕会主催の晩餐会で、馬場、新田、今川金松、斉藤文次郎、高石栄之助らと食事を取り、乱立していた日本の調理師の協会がまとまることが、日本人調理師の成長のために望ましいと、ひさげした。10日は、日活の撮影所を訪れ、 石原裕二郎、足川泉、森正幸らと記念撮影をしている。11日は五反田で共に働いた弟子たちと夕食を食べ、12日に羽田空港から大阪へと出発した。伊丹空港に降り立つと、一路、辻徳光の経営する日本割烹学校へ赴き、2年前に副校長である辻磯が、 ベルンで開催された世界芸術料理コンクールに参加した際に受賞した金賞を称え、ベルン料理長団体の名誉会員バッジを送った。13日、辻沢の案内で京都を訪れ、桂離宮、清水寺、三十三県道などを観光し、夜には京都府調理師会主脳らと会食。14日、大阪ニューグランドの縁護者らと会食。夕方からは、 辻竿の運転で、大阪北極星の主人、北橋の招待会が吉祥で行われる。15日、関西市中市交友会主催の昼食会が、両帝鶴屋で行われ、再び、辻竿の運転で、西宮、紅葉園張り、藩の天守犬の歓迎会に赴く。16日は、前日に注文しておいた材料を使って、犬に、下月品鶴と振る舞い、午後は、辻夫妻と共に、 なら、春日大社などを観光した。十七日、神戸オリエンタルホテルを訪問し、大阪海館活放学校神戸文校の講習生百名の前で、スイスの話と料理指導を行い、夜は神戸の料亭三ツ輪活放学園平田校長の晩餐会に招待される。十八日、午前九時梅田発の急行列車で、広島へ移動し、広島原爆キーレートに喧嘩した。 19日は宮島を観光し、その後新広島ホテルの調理場を借りて、中国市中市協会の幹部、料理研究者にスイス料理を披露する。その日の深夜夜行列車で福岡へ向かい、20日午前9時、博多駅に到着。日活ホテルで昼食後、新聞記者団の会見を受け、夜には西日本市中市協会主催の晩餐会。21日の昼、 日活ホテル重役関係者の宴会があり、料理を頼まれたことから、鳥のグランリュとトマトスープを披露する。その後、博多板付空港から飛行機に乗り、伊丹空港では、辻磯夫妻と最後の別れを交わし、午後8時前に、羽田空港に到着。22日、長旅の疲れを癒すため、熱海富士屋ホテルへ向かう。23日、今度は、 宮の下の藤屋ホテルへ行き、昼は旧御用邸の菊花草ですき焼きを食べ、3時にはホテルを出発し、小田原から列車で横浜へ移動。24日午後から日本テレビ味覚のしおりに出演するため東京日本テレビ放送局へ行き、チゴイネルステーキとベニエルフロマージュを生放送で実演する。25日横浜の家さんのレストラン北八、センターグリル。 伊勢崎町の桃山グリルなどに、弟子たちの近況を見し、夜には、市中市協会横浜支部長主催の宴会。そして翌26日、午後6時から、ホテルニューグランドにて、さよならパーティーが開催され、全国の市中市協同会などから記念品が贈呈され、ワイルの日本での働き、功績を称える縁は、盛大に行われた。10月29日午後11時。 ワイルは日本に到着した時と同じく笑顔で飛行機に搭乗すると荷物を機内に置くなり再び姿を現し離陸直前まで日本の関係者との別れを惜しみ大歓声と共にスイスへを帰っていった。これらで主たちやホテルの寄付による日本各地での歓迎ぶりに感激したワイルは終戦後日本人が敗戦国民として 個人的な海外渡航が厳しく制限されていた時代自らが窓口となって日本人国区の西欧留学の道を作ることで日本の西洋料理界の発展に寄与していくこととなる。日本側ではニューグランド時代にワイルの補佐を務めた副料理長の新田優作が窓口となり国際調理技術協会を結成してワイルの元に日本人国区を送り出しワイルが ヨーロッパでの受け入れレストランを用意することで、日本人国区の海外修行が実現した。ここでのワイルの最大の功績は、受け入れ先のレストランに研修生、スタジエールではなく、給与の出る料理人として雇う了承を取り付けたことにある。住み込みで、月給350スイスフラン。 日本円にして3万5千円という交代偶ばかりでなく、研修生という形ではなく正式な従業員として働いていた実績が作れ、健康保険証や労働証明書、セルティフィカを得て他の調理師などと同様に欧州各地のレストランへと転籍することも可能になった。ここから何人もの日本人国クが同応することになるが、 修行先のホテルレストランにおいてワイルが紹介した日本人コックたちの評判が良かったためワイルの仲介で国際調理技術協会はヨーロッパ16カ国市中市連盟への加入が認められこれ以降日本人コックの西欧修行が容易になりスイス市中市派遣団としてスイスホテ協会を受け入れ先に多くのコックが通したそこでワイルは到着した 日本の若い料理人のヨーロッパ留学の世話をし、スイスパパとして慕われた。こうして、海外修行を終えたコックたちが1970年代に帰国して、日本にフレンチブームを巻き起こすことになる。このルートで投資した代表的なシェフとしては、加藤慎、帝国ホテル製菓部長、井上明、シェイの、今井勝弘、三安の三層、大場岩尾、ホテル大倉料理長、安澤慶治、 シェアズマなど、いずれも現在のフランス料理界を代表するシェフである。帰国してからの本国スイスでのワイルは、バンコク料理展示会の審査員を務めるなど、一定の評価を得はするものの、帰国した時点ですでに50歳を過ぎており、料理人としての成功を得ることはかなわなかった。これにはくしくも、ヨーロッパのフランス料理は、ヌーベルキュージーヌの台頭による転換期に差し掛かっており、 エスコフィエ式の料理が時代遅れになりつつあったことも影響している。帰国してからはバーゼルにある食材会社に営業として勤務し、スタウブという名の女性と席は入れず同性生活を追っていたが、日本で得た収入は家族への仕送りやホテルの買収、またイスラエル建国に際しての献金として消費され、アパートで過ごす二人の生活はつつましいものであった。晩年は、 日本の西洋料理界の発展に寄与した功績が評価され、1973年に訓後東髄法省の受賞式への招待や、1975年にホテルニューグランド創立50周年を記念しての写真編さんへの協力を依頼入れるなど、来日を脱進されることがあったが、病気の治療や体力の衰えから、再びの来日は叶うことなく、1976年、 ガンで、ベルンのセイントアナ病院で亡くなり、亡きは、ベルン郊外のユダヤ人共同墓地に埋葬された。ここには、ワイルに最も可愛がられた弟子の一人である、ババヒサシが一度訪ねている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。